ウージン監督による2017年のアクション映画、戦狼ウルホブ王のラストシーンは印象深かった。中国のパスポートを見せるシーン、パスポートの裏表紙にはこう書かれている。他国で危険に遭遇したとき、諦める必要はありません。あなたの後ろには強い祖国があるのです。中国に戻ろうとする海外の中国人は現在、パンデミックの中で中国当局から入国阻止、ウージン監督に怒りを向ける者もいる。 この中国人男性は中国のパスポートを手に、ウー監督を非難する動画を投稿した。タイのプーケットに住む別のネットユーザーは中国に帰国しようとしたが、チャーター便の着陸許可を得られなかった。フィリピンの中国人にも同様の状況が報道された。 ネパールの中国大使館前では4月初旬、数十人の中国人が中国当局に中国国民としての基本的な権利を求め叫んでいた。 ロシアのブルゴベスチェンスクは中国の国竜交渉にある国賀市の反対側に位置する現在多くの中国人がこの街でさまよう少なくとも31人が12日間街を歩き回っていると報告されている中共政権は入国を拒否さ,さらに 彼らを通報、逮捕に協力した者に奨励金を出している。